はい、どうも、奥大輔です。このチャンネルは阪神タイガース応援チャンネルということで、阪神タイガースの試合を振り返っていろいろお話をしております。でですね、早速今日の試合を振り返っていきたいんですけれども、今日は広島3連戦の、1戦目が雨で中止になりましたから、結果2連戦だったんですけれども、3つ目ということで、実はですね、今日勝ちまして、これで5連勝ですかね。もう本当に、今、阪神タイガース乗りに乗ってるなっていう感じでですね、これもう貯金9ですよね、早くもですね、もう見事開幕ダッシュにですね、こう成功してるなっていうそんな感じですね。広島の方ね、なんかその一時期前の当たった時は結構調子いい状態で、前はですね、負け越したんですよね、広島で、松田でですね、負け越したんですけど、ちょっと、前に比べたら少し、こう、元気ないのかな、みたいなですね、松山もいないし、外国人選手もいないし、みたいな、そんな感じですよね。で、阪神がね、すごい調子いいっていうのももちろんあるんですけども、どうもね、開幕からこう、いろいろ見てると、その、対戦相手が、ちょっと調子悪い時に阪神と当たってるみたいな、そんなんがずっと続いてますよね。なんかね、どうもこう、いまいち乗れてない時に阪神と当たって、阪神が勝ち越したり、3連勝したりするみたいな、そんな感じで、今うまいこと、阪神がですね、走っていけてんのかなと。だからこの波に乗っていきたいですよね。その、ね、ちょうど相手がいまいちっていう時にこう、勝ってですね、その波に乗って阪神調子上げていってですね、で、さらに、優勝する時のですね、よくありがちなパターンですけど、2位に上がってきたところとやって、そこに勝ち越すみたいなですね。で、2位に上がってきたとこが落ちていって、次にまた2位に上がってきたとことやって、そこがまた落ちていくみたいな。2003年なんかまさにそうやったんですよね。2位に上がってきたところと阪神がやって、こう、叩き落としていくみたいな、そんな感じなんですけど、今シーズンは早くもですね、そんな感じになっているかなっていう感じですから、もうこの調子でですね、どんどん今のうちに勝ち星を稼いでいってほしいなっていうふうに思います。で、今日はですね、相手床田投手だったんですね。阪神はもうローテーション通りで、前雨で流れたところはもう西スライドさせてですね、で、昨日本来、ローテーションやったら、伊藤投手だったんですけど、そこを飛ばして今日は、秋山投手ということですね。これも大きいんですよね。その、ローテーションピッチャー今6人ですけども、一番実績がないのが伊藤投手なんですけど、ここをね、飛ばせたっていうのが、これもいい感じに阪神にとっては回ってるなっていう、そんな感じですね。秋山投手、西投手はね、実績十分ですから、ある程度は計算できるということで、今日はですね、ローテーション通り秋山投手ということで、あるいは床田投手ですね。で、左なんで、阪神の方はですね、その、スタメンどうするのかなと思ってですね、ずっとですね、8番ショートのところに木浪山本っていうですね、右左でこの2人を併用してたんですけども、最近は中野選手がすごいバッティングの調子いいということで、ずっとね、スタメンで中野を使われてますよね。で、今日ね、相手左の床田投手だったんですけど、8番ショート、中野選手ということで、確かにですね、最近のこの調子のバッティングのですね、調子の良さを見てると、これ左をどういう風に打つんだろうっていうのもやっぱ見てみたいと思うんですよね。ファンとしても見てみたいし、おそらく監督もですね、これ左に使ったらどうなるのかなっていう風に一回試してみたくなったと思うんですよね。で、今日は、だから8番ショート中野ということで、で、おそらくですね、これもし左の床田投手を打てばですね、これもしばらくはもう右左関係なく中野選手使われるということで、もうレギュラーに一歩近づくんかなってそんな感じですよね。だからさらにですね、木浪、山本とか北条とかこの辺りがですね、ピンチになってくるというそんな感じなんですけども、今日はね、8番中野ということで、でですね、阪神はもう先制したら全部勝ってるんですね、今シーズン。なので、まずは先制点を取るっていうのが大事っていうところで、ホームゲームですからね、守りから入るので、まず1回の表をきっちりね、抑えないといけないっていうことなんですけど、やっぱりね、どんなピッチャーでも立ち上がりっていうのは、なかなかね、こう、難しいというふうに言いますけれども、今日もですね、ちょっと秋山投手、ちょっとね、初回、ちょっとね、ピンチ背負ったんですけど、ここをうまく切り抜けて、これに乗っていけたのかなっていう感じですね。実はですね、僕今日ちょっと、4対0になったところまで見たんですけど、その後少しね、ちょっと用事があって家出たんですけど、結局振り返ってみたらそこからゲーム動いてなかったんで、結局ね、ずっとそのまま阪神が0点に抑えたんですけど、ちょっとね、そのいろいろテキスト速報とか見てると、あんまり今日秋山投手そこまで絶好調じゃなかったっていう感じですよね。珍しくね、フォアボールなんかも出したりですね、してましたから、秋山投手はね、1試合に1つフォアボール出すか出さんかっていう、選手なんですけど、今日はね、いくつか出してたというふうに思いますよね。で、球数もちょっと多かったんですよね。7回、無失点やったんですけど、110球ということで、ちょっとね、その辺が少し、苦労したのかなという感じですね。決して広島打線調子いいっていうわけじゃないので、
ちょっとね、そのまあコントロールの細かいところが少し、いつも通りとまではいかなかったのかな。ただまあ要所要所でね、こう見逃し三振奪ったりとかですね、やってましたから、まあまあ、普通ぐらいの出来だったのかなというふうに思います。でもやっぱり昨日の西投手もそうでしたけど、梅野捕手のですねリードもやっぱり冴えてるというか、まあ新しい引き出しをですねいろいろこう用意してるような、そんな感じですよね。今日の秋山投手もですね、変化球多彩ですから、コントロールもいいですしね、球速が去年よりもちょっと上がっているかなっていう、そんな気もしますね。140キロ、ちょっと去年よりも 1,2 キロ、ね、上がってるかなっていう、そんな感じで、まあ、ストレートもですね、キレよく、コントロールよくですね、いってましたし、まあ、カーブをですね、まあ今日もうまく使ってたなっていう、そんな感じですよね。その、まっすぐとですね、まあ、カットボール、それからツーシームですね、シュートですかね。だから、半速球というか、直球と、まあ、右に曲がったり、左に曲がったり、あとフォークボールね、スプリットありますから、下に落ちたりっていう、こういう、その左右とね、上下の、その変化とですね、あとここにカーブがあると、これね、緩急がつくんで、ね、前後のその揺さぶりもできるんで、もう本当に3次元でですね、こう相手のタイミングをずらすみたいなことができるのかな、っていうふうに思いますけども、今までなかなかね、その梅野捕手でカーブ有効に使うっていうリードじゃなかったんですけど、まあ、これもおそらくいろんな人に言われたんだと思うんですけど、今シーズンはですね、結構積極的にカーブを投げさせてるなって、そんな感じですね。これがまたコントロールよく決まったりねするんで、低めにねカーブが決まったりすると相手からしたら本当に打ちにくいんだろうなと思うんですが、これがまあまあ要所要所で決まったりしてましたから、まあどっちかっていうと悪いなりにうまく抑えたっていうような感じなのかなっていうふうに思います、今日はね。だからこの辺は絶好調じゃなくても悪いなりに抑えていけるっていうですね、そういったレベルまで、このバッテリーはですね、まあ昨日の西投手もそうですけど、まあ、成長しているのかなっていう感じで、まあ本当に頼もしい感じですよね。秋山投手ね、実績あるんですけど、2桁勝ったシーズンってね、2回しかないんですよね。いいシーズンと悪いシーズンとね、こう交代交代だったりっていう、そんな感じなんですけど、もう今シーズン見てるとちょっとね、安定感が出てきたのかなっていう、そんな感じですよね。だから成長してるんでしょうね。本当に頼もしいですね。先発ピッチャーになってきたなっていう、そんな感じですね。はい。で、先制点ですけどね、これがまあ、ようやく出たっていう感じで、大山選手のですね、ツーランホームランということで、相手、床田投手、前回やられてるんですよね。結構ね、左でですね、こう、まあまあ、球も速いしですね、キレもあるしですね、変化球もあるしっていう、まあまあ、打ちにくいっていう感じですね。で、阪神はその、おそらく前回の反省を生かしてですね、初回はもう、初球からガンガン振っていくっていう感じで、あっという間にですね、近本、糸原、ツーアウト取られてですね、まあね、その、秋山投手が一回の表結構苦労したんで、その裏、ね、あっさりこう、終わったらちょっと嫌な感じするなって思ってたんですけど、で、そこで1、2番がですね、あっさり凡退しちゃったので、ちょっと嫌な感じがこの時点ではしたんですけど、ここで3番のマルテがですね、結構粘ってボールに食らいついて、ライト前ヒットでですね、出塁するんですよね。この辺が、ね、昨日も言いましたけど、マルテ選手、ちょっとね、こう、ロハス選手来るということで、ちょっと出番がですね、脅かされるっていうことで、ちょっとね、今、尻に火がついて、必死にやってるかなっていう、そんな感じですよね。ロハス選手来たらね、やっぱり使わないといけないと思うんで、使わざるを得ないと思いますから、ライト、外野ですね、レフトかな、ライト、どっちかだと思いますけど、入れると思うんですね。そしたら、ファーストで、マルテかサンズなんですけど、今数字見てるとやっぱりサンズをですね、優先当然したくなるっていうことで、ってなったらですね、マルテ選手が外れるかなと。スタメン外れますよね。下手したらベンチ外れるか、もしかしたら2軍っていうこともあり得ますから。ようやくですね、マルテ選手ね、過去2年間ずっと怪我でね、思うような成績残せない、シーズンだったんで、今年は、もうね、開幕から怪我の影響なく絶好調ですから、久しぶりにですね、開幕からいい感じで出てるっていうところですから、せっかく出てるので、このね、出番をこう、当然ね、手放したくないと思ってるはずなので、今ね、非常に必死にやってますが、それがね、プレーにも現れてるなというふうに思います。で、3番の、マルテ選手が出て、4番の大山選手ということで、ここはですね、結構追い込まれて、フルカウントまでなんのかな、フルカウントまでなって、で、変化球をですね、泳ぎ気味に当ててですね、左手一本で打ったような感じで、あー、レフトフライかなーっていう感じだったんですけどね、僕もまさか入ると思わなかったんですけど、今日ね、浜風もそんな強くなかったんで、まだ春先ですからね。だから風に乗って、
って運ばれていくっていう感じでもなかったんで、本当にね、こう泳ぎ気味で打ってですね、あレフトフライかなと思ったやつが伸びていってこう入ると。で今シーズン第1号ツーランホームランということで先制をしたということですね。あまり完璧なですねこう当たりじゃないのに、やっぱ外野まで、スタンドまで届くっていうことは、やっぱり天性のですね、球を遠くに飛ばす能力っていうのはあるんでしょうね。だからまあ、こういったね、ホームラン1本出たら、ここからね、またこう、ね、大山選手、固め打ちありますもんね。1試合2本とか3本とかね、ありますから、ちょっとね、そういったところに入ってくると、ポンポンと出るのかなっていうふうに思います。まあ、ちょっとね、今後期待していきたいなというふうに思います。今ね、だからずっと開幕から1番と4番が全然打ててなかったんですけど、これね、1番と4番って攻撃の要ですからね、近本、大山っていうあたりが調子上げて、で来ないとなかなかね点数増えていかないのかなって思ってましたけど、今シーズンに関しては他の選手がですね結構打って点取って勝ってますから、その1番4番の不調っていうのはあまり目立ってないんですよね。だからこの間にですね1番4番がまたこう調子上げてきてもらって、まあ、言うても近本選手ね、リーグトップタイの5盗塁ですかね、してますし、大山選手も打点はね、上げてますからね、もう11かな、今日のツーランで11ですよね。だからホームラン出てなくても打点はずっと上げてたわけですから、で仕事してないわけじゃないですよね。仕事してるんだけど、ちょっとね、打撃成績が少し、上がってきてないっていうところだったんですけど、まあこれでね、乗っていけんのかなっていうふうに思います。この後ね、また誰か落ちてくると思うんですよね。ね、例えば、まあ、糸原選手はずっと好調ですけど、サンズ選手がね、その開幕直後の絶好調っていうところから見たら少し落ちてきてるかなっていう感じですよね。で、その代わりですね、先ほどマルテ選手がちょっとね、ハッスルプレー見せたりですね、あと佐藤選手がちょっと上がってきましたよね。この辺が上がってきたと。で、これにね、追随してですね、大山選手あたりも上がってきたら、サンズ選手がちょっとね、調子を落としていても得点力下がらないっていうことになりますから、うまくですね、助け合いながら、いい流れでいけるのかなというふうに思います。だからね、大山選手は今日の一本をですね、こう、きっかけにして、ここからですね、ホームラン量産体制に入ってほしいなというふうに思います。はい。これで、2点先制したんですね。で、阪神は先制したら負けてないと。それから大山選手が打点上げたら負けてないということで、もうこれでですね、大山選手が先制点を取ったわけですから、これでもうですね、今日は、勝ちがね、近づいたっていうふうにですね、阪神ファンは思ったと思うんですよね。まあ、秋山投手がですね、これまあ乗っていけるのかなと思ったんですけど、ちょっとですね、さっきも言ったように、いまいちこう、一番いい時のですね、コントロールの精密さっていうところがなくてですね、フォアボール出してしまったりとかですね、まあ、ちょっと、そういったらしくないところもあったんですけど、まあ、要所要所でね、いい球行ったりとかですね、あとはまあまあ、内野の好プレーに助けられたりとかですね、ランナー背負いながらも0点でしのいでいくっていう、そんな感じでしたよね。で、こうなってくると、こういう展開だと、こう、追加点が大事なんですけども、今日はですね、佐藤選手が2試合連発ということで、5号のですね、ツーランホームランを打って、2点を追加したっていう感じですね。今日佐藤選手第1打席はですね、ライトフライだったんですけど、ちょっとね、白母の状態でですね、球が見えないということで、まあ珍しいんですけど、ライトの鈴木誠也選手も、セカンドの菊池選手も2人とも球見失ってですね、で、まあ、ポトンと落ちて、これがまあラッキーなツーベースということで、まあこれでね、ちょっと気が楽になったのかなっていうふうに思います。まあ相手左のね、床田投手で、前回は3三振かなんかね、いいようにやられたっていう感じだったんですけど、この第1打席積極的に振っていってですね、これがまあラッキーなヒットになって、まあこれで少しね、気が楽になったのかなっていう感じですよね。で、第2打席で見事にホームラン打ったんですけど、これはですね、インコース寄りのまっすぐだったんですけど、まあ、インコースからちょっと真ん中に入ってくる、インコース寄りのちょっとまあ、真ん中寄りの甘めというか、まあ、インコース甘めといえば甘めなんですけど、のまっすぐですよね。で、まあ、インコースでまっすぐで攻められるっていうのは、もうこれ分かってるわけですから、まあ、これを打たないといけないわけですよね。これを打てばですね、相手はまあインコース、あ、打てるなってなったら、じゃあ今度は別の球投げないかんで、外投げないかんとかですね、ボールから入らないかんとかいうことになってきて、今度は相手がいろいろ考えて、行かざるを得ないということになると、今度はね、ボールカウントもですね、ボールから入るってなったら、バッター有利なですね、カウント作りやすくなりますし、まあいろいろ駆け引きもできてくるっていうことですが、まずそのインコースズバズバ攻められてる、このインコースを打たないといかんということで、まあまあまあそのね、インコースをまあ打てたという、まあ甘めですけどね、その本当に厳しいところに剛速球が来てそれを打ち返したっていう感じじゃないんですけど、インコース狙った球がちょっと真ん中に入ってきた、甘めのところに入ってきたやつを、こうね、バックスクリーンですよね、センター返しで見事に弾き返したですね、ホームランで、こっちはですね、先の大山選手は泳ぎ気味で左手一本でですね、打ったんですけど、今度の
こっちの佐藤選手のホームランは、逆に詰まり気味でですね、ちょっと詰まり気味でセンターに飛んだなっていう感じなんですけど、まあ、大山選手にしろですね、佐藤選手にしろ、泳いだって詰まったってホームランになるっていうことですよね。だから、ね、本当にね、まあ、ホームランってそう簡単に出るもんじゃないんですけど、こういったホームランバッターっていう人はですね、まあ、形崩されててもホームランにできるから、やっぱすごいんだろうなっていうふうに思います。なので、今日もね、本当に、まあ、2人のホームランはね、見事なホームランやったと思います。まあ、まさにホームランバッターっていうですね、そんな感じだったのかなっていうふうに思います。これで、まあ、結局ね、佐藤選手2安打ですからね、その第1打席の、ラッキーなですね、ヒットも含めてですね。だからまあ、打撃成績もちょこちょこ上がってきましたよね。打点も積み上がってきたし、ホームランでもちろんね、まあまあ、積み重なってきてますけど、率もちょっとずつ上がってきましたから、これでちょっとね、楽になって、ね、乗っていけるのかなっていうふうに思います。で、まあ、インコースもね、今日見事打ち返しましたから、その、まあ、何でもかんでもね、今は振ってる状態なんですけど、インコースはね、昨日までボール球でもガンガン振ってたんですけど、この辺がですね、ちょっと余裕出てきたら、ボール球は見逃すと。で、あんまり厳しいやつは見逃すと。で、今日打ったみたいに、インコースでもちょっと甘めのやつを見事に弾き返すみたいな、そんなんができてくればですね、まあまあ、ホームランも増えていくのかなっていう感じですね。昨日はその、週1本打てたらいいんちゃうかなっていうふうに言ってたんですけどね。週1本だと、ね、1ヶ月に4本ですから、6ヶ月で24本っていう、まあそのぐらいのペースの計算になるんですけど、これで2試合連続ですからね、これで、まあ3月4月で5本ということですか、まあ1月5本打てば30本っていう計算ですからね、だからこの辺、どこまでね、積み重ねていけるのかっていうのが、まあ今後楽しみかなっていうふうに思います。はい。で、先ほど8番のですね、中野選手ですけども、今日実は床田投手からですね、三塁打を打ちましてですね、これで、まあ、見事に左ピッチャーも打ちましたから、これでしばらくはですね、中野選手もちょっと使われ続けるかな、みたいな。著しくですね、この打撃の調子が落ちてきたりですね、ちょっと、まあ、疲れが出てきてですね、守備で精彩を欠くエラー連発するとかですね、そうなってきたら、木浪とかですね、山本を出すっていうことになるかもしれませんけど、今の状態だとですね、もう打ち続ける限りはもう中野をずっと出し続けるかなというふうに思いますから、ちょっとですね、木浪選手あたりはピンチなのかなというふうに思ってきました。何もその、まっすぐ打てるのがいいですよね。まっすぐをですね、上から叩けるっていうのがですね、その中野選手のいいところなんですよね。高めのまっすぐをですね、相手投げてきたところをですね、普通空振りしそうなところをですね、見事上から叩いてヒットにするみたいな、で、引っ張るみたいなですね、そんなバッティングをこうやってますから、非常に、で、変化球も打つのも上手いですからね、やっぱまっすぐ打てるとやっぱ変化球も打てるっていう、そんな感じなんでしょうね。だから本当に今、調子いい状態ですよね。で、この8番の中野選手がですね、ガンガン出塁するとですね、まあ、その7番梅野選手も今ね、バッティングの調子いいですから、その7番、8番が結構こう、塁に出るんですよね。ってなったらですね、9番のピッチャーが送りバントをするっていうですね、そういったまあ仕事ができるんですね。攻撃にこう、参加できるんですよね。これも大きいかなと思いますね。ここ最近はね、ピッチャーが送りバントをガンガン決めてるんですけども、こうやってね、攻撃に参加してですね、それが点になったりすると気分もいいでしょうし、ってなったらピッチングも乗っていけんのかなというふうに思いますから、ね、この8番バッターの出塁って結構大事ですよね。ノーアウトとかワンアウトやったら、さっき言ったように出塁したら9番のですね、ピッチャーが送りバントできますし、2アウトからだったら出塁することによってですね、打順を1個ね、回せますから9番まで回して次の回ね、アウトになっても1番からっていう高打順ということで始められるということで、意外とですね、この8番バッターの出塁っていうのは大事かなって思いますので、今ね、中野選手が8番で今ぐらい打ってくれたらですね、非常に打順の巡りも良くなるし、もう本当にですね、いいことずくめやな、みたいな、そんな感じですね。はい。なので、まあ今日はね、4点差でしたけどもね、8回9回は勝ちパターンのですね、岩崎スアレスで、まあこれね、ちょっと登板角空いてたので、まあ調整の意味も込めてやと思いますけれども、だからもう完璧なリレーですよね。0点、7回、無失点。で、8回完璧に抑えて、スアレス投手ね、ちょっとまあランナー出したみたいですけど、最後ダブルプレーで、ゲームセットということで、もう本当に盤石っていう感じですね。はい。なので、まあ今ね、阪神は調子いいし、ちょっとね、他のチームがちょっと調子あんまり良くないっていう、この状態で勝てるだけ勝つっていうのがやっぱ大事ですよね。だからどんどん連勝ですね。今日で5連勝ですけども、どんどん伸ばしていってほしいなというふうに思います。で、明日からですね、ヤクルト戦ということですが、ヤクルトね、その開幕カードかな当たって、まあね、打線怖いなって思ってたんですけど、ちょっと青木選手とか内川選手が今いないんですが、その代わりにですね、代わりに出てきてる選手が非常に頑張ってますから、この辺をね、どう抑えていくかっていう感じですよね。で、村上選手もね、ホームラン、ちょっと量産体制に入ってきてますから、本当にね、
村上選手とですね、佐藤選手のですね、ホームラン合戦みたいなのも見れるとですね、楽しいかなというふうに思いますので、明日もですね、楽しみにしたいなというふうに思います。はい。ということで、今日はこの辺りにしたいというふうに思います。明日ね、藤浪投手先発ですから、楽しみですけれども、明日もですね、試合の後にこうしてお話しさせてもらいたいと思いますので、また明日よろしくお願いします。ということで、最後までお話聞いていただきまして、ありがとうございました。さよなら。